はい、6時31分ですね。手嶋龍一さんと佐藤勝さんです。おはようございます。はい、おはようございます。中高新書楽例というところから、独裁の宴という本が出てまして、共著ですけど、共著は他にもあるんですよね。いや、共著はいっぱいやってます。飽きるのがあって。あります。まあ、飽きてはいません。また、お願いしたいんですけども、一番最初、インテリジェンスに関する、武器なき戦争っていう形で始めた、そこからスタートです。そうですか。あれ、お二人、性格的にはどうですか？合います？性格的には違うと合いますからね。同じ性格だと、磁石の N 極と N 極で反発しますから。だからその意味で合ってると思いますよ。いや、今日なんか本当、超、豪華版にね、偶然なってしまいまして。で、この時間はですね、ほとんど時間がね、限られているんですけど、独裁色を強める中国とロシアというテーマで、ちょうどこの独裁の宴というのとね、リンクするんで嬉しいなと思ったんですけども、どうですか、佐藤さん。プーチンさんっていうのは、7割以上の支持を得ました。確か2回目の選挙の時に7割ぐらい取ったと思うんですけど、あれ、なんか相当、インチキな投票があったとか、風船でそこを隠したとか、なんかいろいろ伝えられてますけど、どうなんですか、正当性は。その種のね、稚拙な、票の操作っていうのは、あの国やりにくいと思うんです。ただしね、マスメディアは全員プーチン支持ですし、いろんな嫌がらせは、ナバルニーって人は立候補できないんですよ、とか、しましたね、やるんですけどね、そもそも選挙に関する考え方がロシア人違うんです。我々の代表を送り出していくって発想じゃなくて、空から悪い候補者と、うんと悪い候補者と、とんでもない候補者が来てくるんですね。それで、ソ連自体は押し付けられたの断れなかったんですよ。今は、とんでもない候補者と、うんと悪い候補者を排除して、悪い人に大統領になってもらうと。こういう感じですから、プーチン以外だったら大混乱が生じるって消極的選択ですね。そうですか。中国の習近平さんも、さっきね、ちょっと放送で、番組の頭の方で言ったんですけど、なんかいちいち報告させるのになんか忠誠を誓わせるとかね、そんなのが出てきまして、どう思います？全くこの独裁の宴が繰り広げられてるという感じに全体になってきてますよね。しかし、あるいは日本の立場から言うと、独裁っていうから頭から悪いことじゃないかもしれないとも言われていて、プーチン大統領は今度圧勝しましたよね。そうしますと、今まで言われているのは、佐藤さん、圧勝したので、プーチンさんだって、日露の間のトゲは、北方領土というトゲは抜きたいと。そうすると、権力が、一層強化されたので、抜く基盤があるのでチャンスだと、従来は言われていたんですけれども、その通りです。僕はそんな甘くはないということで、今、日露の外相のやりとりなんかも見てますと、ここ、黄色信号が灯ってる。いうふうに言わざるを得ないと思いますが、いかがですか？そう思いますね。だから、赤に近い黄色信号みたいな感じですよね。はあはあ、というのは、3月1日にプーチン大統領は、大統領年次報告、教書、演説をするんですが、あの時に40何分間か最新兵器見せて、フロリダをいつでも攻撃できるんだみたいなことをやったでしょう。あれ以降雰囲気変わったんです。ということは、プーチンがトランプ政権に一つの評価をした、すなわち、トランプ政権とは、やれないと。それだから、日本が北方領土問題解決するんだったら、歯舞群島、色丹島を返すっていう方向でなるんですが、そこに米軍基地を行った話になるんですよ。北朝鮮も混ぜてね、なんか、恐ろしい人ばっかりなんかトップにいるじゃないですか。今。まあ、習近平さんだって偉く強引だしね、なんか、それから、トランプさんもあんな性格だし、習近平さんもあんなんで。これでどうなるんだろうという。そういう中では、安倍さんっていうのは従来で言うとかなりの強硬派であったんですけれども、何か普通の人に見えてくる。確かにそうですね。ただしね、恐ろしいっていうことだとすると、国家制度の崩れっていうことからするとですね、プーチンさんは今独身ですけども、習近平さんの奥さんとか、キム・ジョンウンさんの奥さんが何かの事業をやるっていうことで関与して、それによって文書の書き換えが起きるなんていうようなことっていうのは、他の国じゃ起きづらいですからね。となると、我が国も相当恐ろしい方に入ってると思いますよ。だんだんですか。米ロ関係っていうのは急速に悪くなってると。
ということになりますとね、さっき言ったように北方領土が返ってくる、一応2頭は返すんだけれども、半歩の適用除外というのをですね、うまい具合にあうんの呼吸でっていうのが今までの水面下の一番のポイントだったんですね。その、ゲームのルールがここでも崩れ始めている。一つだけ、いきなり結論付けて聞くんですけど、9月にその自民党のね、総裁選挙がありますけども、安倍さんは国際情勢の中から言うとどうですか？日本の情勢、国際情勢両方照らし合わせて変わっても国は問題ないですか？日本は。まあ変わる人にもよりますけどね。例えば総理総裁が変わってもという意味ですけど。二段階ですよね、日本国家が崩れることがあるかってそれは崩れないですけども、外交の余地は相当狭まる。狭まる。はい。はい、また回転童話政権になるんじゃないかと国際社会見るんで。だから外交としては安倍さんから変わるとやりにくいですね。北方領土も二島返還論というのもまた戻っちゃうような感じですか？というのは北方領土は首脳間の信頼関係で始めましたからね。一方の首脳がいなくなったら、立て直しになっちゃうんです。なるほど。手嶋さんは今の野党がですね、政権に復帰できるのかどうか、今のような枠組みでは到底無理ですね。ついこの間までそれがいかにひどいのかっていうのは目の当たりにしている、だから野党が政権奪還するっていうんじゃなくて自民党内でということを今聞いてるんですよ。それならば、その人物によるっていうことになりますね。今一般的に言われているような人では到底国民が納得しないと思います。そうですか。そうですね。多分グッと若い人とかね、あるいはお父さんの実績もあり、そこからよく勉強してる人とか、なんかその辺になってくるんじゃないですか、ね、そこまで飛んじゃった方がむしろいいということですか。そこまで飛ばないとできないぐらいで、どっちが悪いか競争に野党と与党でなりますからね。そうですね。湘南のうちでもですね、どっちかというとそんなに品の良くないと言われているような基地のある地域の人、そうですか。なんとなく相当に酔ってきましたけども、はい、手嶋さんと佐藤さんにはこの後7時台もお願いしてやります。今朝はダブルコメンテーターです。外交ジャーナリストの手嶋龍一さん、そしてですね、作家で元外務省主任分析官の佐藤勝さん、まあ両巨頭と言ってもねよろしいと思いますが、さあこの時間はですね、27日、来週ね、火曜日になりますか、早々ですよね、佐川氏の、まあ、国会関門というのがありますが、新聞によってはですね、ドミノ倒しもなんつって、佐川さんをぐーっと押すと、迫田元理財局長が出てきて、ぐーっと押すと、谷さんという、いわゆるまあ、昭恵夫人の元秘書官が出てきて、で、一番最後に昭恵夫人なんて書いてあるね、こういう漫画があるんですけども、時間もないので、お二人にズバリ伺いますけども、まず27日のね、ポイントは佐藤さんの方から何ですか？ポイントについては、はい。偽証罪の縛りがかかりますからね。これは私自身が刑事訴追を受ける可能性がございますので、答えを差し控えさせていただきますが、連発して何も新しいことが出てこないのか、それとも実はといって新事実が出てくるのか、そこのところですね。手嶋さんはこういう場合はですね、官邸や自民党とも、政局に大きな影響を与えますから、水面下でやり取りをということになりますよね。佐川さんという人と、もうそういう関係に権力の側はないのかもしれない、ということになります。外前性は高いですね。というのは、私、捕まったことあるでしょ、東京地検特捜部。それは国会に呼ぶか呼ばないかって話もあったんだけども、煮詰まってくると誰も接触しないですからね、外務省の幹部は。どうしてかというと、もし仮に私は国会に呼ばれるようなことになった時に、誰からの働きかけがあったって事実を言われたら、自分が命取りになるから、だからもう怖くて佐川さんに触れないっていうのが、政治家にしても官僚にしても現状だと思いますよ。その通りですよね。佐川局長ってまさに、爆弾を握ってるということになるんですけれども、もともと大切な我々の国有財産を、あれほど安く売ったのは当時の田中次官、そして迫田理財局長であったわけですよね。そしてその後始末をやらされたという側面がある。この人が、さて、どこまで真実を言うのかどうか、ということになります。本当は全部並べてやりたいようなもんですけども、とりあえずは佐川さんだけ。佐川さんは去年はですね、知らぬ存ぜぬ捨てましたで、もうずっと通して、面の皮は相当厚くなってます。だからあれをもう一回やればいいという、そういうふうにも取れないことはないと。外務省のある、
元あの幹部と会って話をしたら、はい、外務省の連中が集まって言ってるんだって、財務省はやっぱりすごいと、財務省組織の統一ができてると、外務省はこの種の悪事をしたら誰かがチクるから絶対にやれないと、こんな解散なんてと、ということは中途半端に組織力があるからこういうことできちゃうんですね。今手嶋さんはね、その迫田、前理財局長の名前を挙げました、はい、非常にキーになる人物だと思います。そして佐藤さんはあの外務省、谷さん外務省じゃないけども今イタリア大使館からも、はい、飛ばされて行ってるわけですよね。安全に避難してるわけですよね。この辺が鍵だとおっしゃってますが、あの谷さんの場合はですね、要するにあえて乱暴な例で言いますよ、鈴木宗男さんと私の関係と一緒ですよ。鈴木宗男さんが北方領土でどういうふうにしたらいいべなと、あの言うと、あ、これは56年宣言がありますとか、はい、あるいは4党の状況を変えた方がいいです、その時にはキーパーソンはこれですねって言いますでしょ、そこのところから動き出すんで、谷さんが何も言わなければ、昭恵さん自身動くことできないはずなんです。あそこの問い合わせは昭恵夫人ですからね、はいはいはい、つまり、今もお話にありましたように、すべてはやっぱりプロフェッショナルが握ってるんですね。当時北方領土の鈴木さんの交渉の時のキーパーソンは佐藤さんだったというのは僕は知っています、ですから今回の場合もやっぱり昭恵夫人のもとにいた谷さんというところが最後の関門だと思うんですね。一般論ですよ、能力がなくてやる気のある政治家と、能力があって悪い官僚が組むと、巨悪が起きるんです。ですから能力があって悪い官僚っていうのを一方に置いて炙り出さないといけないんですね。この後の時間ではちょっとその話続けたいですけども、谷佐恵子さんとしてはあのまあ昭恵夫人ずっとついてた秘書官やってたということです、当時はね。で問い合わせなんかを夫人に代わってしてますよね。でそれが結構重要な鍵を握る。そう思いますよ。電話でやらないで文章で、あの記録を残すと、それは誰の指示を得たのかとか、彼女が本当のことを話したら大激震走りますよ。はい。この話の続きはですね、この後のコーナーでも続きます。やじ馬ニュースネットワーク、東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けします。おはようございます。高島秀武です。今朝のコメンテーターはお二人、外交ジャーナリストの手嶋龍一さんと作家で元外務省主任分析官の佐藤勝さん。取り上げるニュースはこちらです。韓国のムンジェイン大統領は来月末の南北首脳会談に向けた準備委員会で、会談の進展状況によっては韓国と北朝鮮、それにアメリカの3者による首脳会談につながる可能性もあると指摘しました。ムン大統領が公式の場で米朝韓の3者による首脳会談に言及するのは初めてです。一説によると安倍さんがね、蚊帳の外なんていう説もありまして、まあ国内問題を抱えて、佐川さんのですね、承認喚問なんかが間近にあるということで、まあなかなかですねメンバーに組み入れられないようですけども、まずムンジェイン大統領のね、動きから米朝韓首脳会談の可能性、日本放送報道部の森田浩二解説員です。はい。ムンジェイン大統領は昨日、来月4月末の南北首脳会談に向けた準備委員会に出席しまして、南北会談の進展状況によっては南北とアメリカの3者による首脳会談につながる可能性もあるとこう述べています。で、5月末までに開かれる予定の米朝首脳会談がパンムンジョムで開かれる場合にはムンジェイン大統領が出席して3者会談にすることができる、こういう見方も出てきております。また昨日の会合でムンジェイン大統領は将来的な米朝韓または米朝韓の間の経済協力にも言及しまして、準備委員会に対して大胆に戦略を準備してほしいとこう注文しました。一方、北朝鮮の朝鮮中央通信はおとといの論評で、安倍政権やアメリカ政府当局者らが北朝鮮が対話攻勢に出たのは北朝鮮に対する圧力の結果だと主張していることについて、世論をミスリードしている、今はおとなしく振る舞うべき時だとこう強調しています。一方、論評では南北間に和解の雰囲気が醸成され、米朝関係にも変化の機運が生まれているとこのように言及しています。で、こうした中、安倍総理大臣と北朝鮮の金正恩朝鮮労働党委員長による日
朝首脳会談について複数のルートを通じて日本政府が北朝鮮側に意欲を伝達したということです。で、拉致問題が置き去りにされないためには日朝対話の実現に取り組む必要があると日本政府は判断した模様です。で、安倍総理は来月4月中旬にアメリカを訪問してトランプ大統領と会談してその際に協力を要請する考えですが、日本が圧力強化の方針を維持する中で北朝鮮が対話に積極的になるのかどうか、ここは不透明という状況なんですね。まあ、毎日日替わりでねゲストの方が登場するわけですけども、この時間だけ考えてもですね、いや米朝会談なんか絶対できないと言った方もいるし、まあいろいろとですね専門家によって捉えようが違うんですけども、足元がちょっとグラグラしている安倍総理のね、役割と、それから相変わらずの外交ということで、アメリカも行く、それで翌月はまた5月はロシアにも行くと、平常心で言っている総理と、そういうような状況で果たしてどうかという、まず、外交ジャーナリストの手嶋龍一さんから、どうですか、その辺の兼ね合いというか。どんな政権でも内政に行き詰まる。日本の場合はまさに、その森友学園問題で行き詰まっているわけですけれども、外交によってさらには極端な国での場合には戦争に訴えてそれを打開したいと思うということになりますよね。そして政権末期にはいつも佐藤さんが言ってるんですけれども、むしろ権力者はですね歴史に向かって演技をし始めるということになりますが、この通りの図式が現れてきていて、今もうアメリカもそして韓国も北朝鮮と対話をするということになりますから、これようやくここに来て日本もということになりますよね。しかしこれ相手の側、つまり北の側から見るとですね、日本がここでようやく自分から出てきたということになりますから、まさに操る素地がありますよね。こういうところはやっぱりどんと構えて布団をかぶって寝ているということも外交では重要なんだと思います。危険な水域に行かなければいいかなというふうに思います。いや心配もあるなということですね、佐藤さんはどう取ってますか。森政権の末期を思い出します。森政権で非常に日露が動いてきたっていうのが、で踏み込んだことできたのは愛媛丸以降なんですよね。もうこれでこの政権は持たないっていうことになると、ね、歴史に名前を残したくなるんです。愛媛丸で実はね、それと同時に、森政権っていうのは実は水面下で北朝鮮との接触を進めてましたから、ね、ああそうですか。要するに政権の権力基盤が弱い時になると、歴史に名前を残すっていうことで、いつも手を出すやばいカードがロシアと北朝鮮なんです。ですからその定石通りに今来てます。結論付けると、米朝はありますか、会談は。米朝あると思います。私あると思う。そうですか。さあそこでね、自分もね一口噛みたい安倍総理なんですけど、27日に佐川さんがですね、承認喚問されるという、これをですね一つどうですか、野党議員になったと、もし自分が攻撃するとすればどういう手順でどんな攻め方をするか、佐藤さんとはどうですか。佐川さんから大きいことが出てこないっていうことを前提にして、もう一つやっぱり私は引き出しの中では谷さんですね。谷さん、はい、安倍昭恵、さん付きで今、イタリアの日本大使館にいる、彼女の出勤簿を出してくれって言います。出勤簿、はい、ほうほう。実はそれで、それともう一つ、安倍昭恵さんがあちこちに出張している時の横に谷さんが写っている写真、必ずついてきました。その写真を見せて、出勤簿を見て、これはすでに彼女の出勤は出張命令が出てないということが以前に明らかになっているんですね。そうだ、出勤簿上で出勤となっていて、出ているのは闇出勤ですよね、闇出張ですよね。闇出張だ。しかも予算措置がついてるのかと。闇出張だから当然ついてないんですよね、どっからお金が出てるのかと。で、昭恵さんから金一封だっていうことは以前に出ていると、じゃあ贈与等報告は出してるのかと。5000円以上だったら、それからあと確定申告は済ましてるのかと。それは雑所得ですから、そういうようなところで、法令に触れてることをしてるんじゃないかと。ということはこういうようなところで手続きを取っていないから他にも隠れてるんじゃないかと、国会に出てきて話を聞きましょうと。あ、国会に出すためのその手段として、だからそのためには今のような攻め方をする、こういうようなところで通常取ってる手続きを取らない人はなぜこの人をやってるんですか、お金はどこから流れてるんですかと、まず事実を確定するんで、今までの説明では全く納得できないと。谷紗恵子さんが籠池側にいわゆる安倍総理夫人の代理みたいにして、いろいろ問い合わせなんかもして、で、こうなってますというプロセスを伝えた、
あの手紙は重要だということですか。そうです。ですからその時に誰に相談したんですか、財務省の、誰に聞いたんですか、その時に内閣府で誰かの決裁を取りましたかと、どういう判断でやったんですか、あなたは権限が受験されていたんですかと、権限が受験されていないんだったらなぜそういったことができたんですかということをリズメで聞いていくことなんですね。今佐藤さんはですね、キーワードが出てきましたよね、事実っていうことがありますよね、国政調査権という強大な権限を持っている国会の今こそ役割は、一つ一つの一見些細なと見えるような事実を明らかにしていくということなんですね、あなたこれ悪いと思いますかなんていう追及をするのではなくて、認識を聞くんじゃないんです、事実なんです。事実を知りたい、その事実がどこが今攻められる側の、その政権の側の一番ウィークポイント、弱い脇腹であるのかということになると明らかに谷さん、佐川さんはもう散々打たれ続けてね、本当僕のこういう表現非常に失礼ですけど、面の皮が厚くなっちゃってね、あの程度の議員のあのぐらいの質問になったらね、かわせるかわせると思ってるかもしれない。そうするとその前の理財局長の迫田さんも相当噛んでるわけでしょ。ですからこの辺はしかし国会対応のプロなんですよ、だからプロ対プロになった場合、迫田さんは、迫田さんにしても佐川さんにしてもプロなんです。そうか、今の野党議員によって壁は破れないんですよ、そこのところで素人、国会との関係においては谷さんは立場として出てくる立場じゃないですから、ノンキャリアですから、素人で初めてあの場に入った時っていうのは、これは人間の真実を嘘つけないんです、しかも全てを知っている。これやっぱり佐藤さんのように権力のな、ど真ん中にいて、しかもそういう役割を果たした人でなければこういう発言ってできないんですよね。ですから彼女がもし来ることになったら、この彼女の参考人招致でもそうです、そこまでになった場合には政局は大揺れになってますね。それから昭恵さん官房はないと思います、なぜならば昭恵さん官房が決まった時点で総辞職するからです。その大揺れの総辞職、もし昭恵さんの関門ということは国会で決まる、あるいは決まりそうになったらその時点で総辞職すると思います、内閣は。ということは一番昭恵さんに近いのが谷彩花さん。そう、ところがどうも野党はそこのところ気づいてない感じですね。佐藤さん今参考人招致でも言っていましたよ、はい、参考人招致だと、逆に呼びやすい証人喚問だと、自分が刑事罰を受けることに関しては言わないでいいっていう方法があります、多分、彼女に周囲の官僚は勘目しろと、お前持ってかれるぞって言うと思うんですよ、それでそれが合理的な理由になりますからね、ところが参考人招致の場合は、別にそれで国会の中で話したことによって犯罪追及されるわけじゃないから全部話してくださいと。そうか、こうなった場合に証言拒否できないですからね。すごい余計なことですけど、谷さんイタリアで何やってるんですか。いや、これもやっぱり布団をかぶって寝てるわけですけども、しかし息を飲んでこの東京の動きを見ていると思いますね。一方もう一人だけ、息を詰めてという人がいて、これは大阪地検ということは、大阪地検の特捜部ですよね。これやっぱり、ここから多くの情報が流れている可能性があるのですけれども、まさにそういう今佐藤さんが言ったような事実が明らかになってくるかということを見ながら、やっぱり捜査を進めています。ということは、人によってはいつまで森友かけやってんだバカ野郎みたいなのも多かったですけども、それがまたこうなんか戻ってきてより強力な爆弾になっちゃって、そういうことです。ひょっとすると内閣も吹っ飛ばしかねない、そんな危険な存在になったってことです。ですから27日の推移すごい重要なんです。佐川さんね、まずね、はい、注目しましょう。手嶋龍一さん、佐藤勝さんでした。とも政局に大きな影響を与えますから、水面下でやり取りをということになりますよね、佐川さんという人ともうそういう関係に権力の側はないのかもしれない、外然性高いですね。というのは、私捕まったことあるですよ、東京地検特捜、それ国会に呼ぶか呼ばないかって話もあったんだけども、煮詰まってくると誰も接触しないですからね、外務省の幹部は。どうしてかというと、もし仮に私は国会に呼ばれるようなことになった時に、誰からの働きかけがあったって事実を言われたら、自分が命取りになるから、だからもう怖くて佐賀さんに触れないっていうのが政治家にしても官僚にしても現状だと思いますよ。その通りですよね。佐賀局長ってまさに、爆弾を握ってるということになるんですけれども、もともと大切な我々の国有財産を、あれほど安く売ったのは当時の田中次官、そして迫田理財局長であったわけですよね、そしてその後始末をやらされたという側面がある、この人が、さてどこまで真実を言うのかどうか、
ということになります。本当は全部並べてやりたいようなもんですけども、とりあえずは佐川さんだけ。佐川さんは去年はですね、知らぬ存ぜず捨てましたで、もうずっと通して面の皮は相当厚くなってます、だからあれをもう一回やればいいという、そういうふうにも取れないことはないと、あのね、外務省のある、あの元あの幹部と会った話をしたら、外務省の連中が集まって言ってるんだって。財務省はやっぱりすごいと、財務省組織の統一ができてると。外務省はこの種の悪事をしたら誰かがチクるから絶対にやれないと、こんな改ざんなんてと、ということは中途半端に組織力があるからこういうことできちゃうんですね、今手嶋さんはね、その迫田、前理財局長の名前を挙げました、非常にキーになる人物だと思います。そして佐藤さんはあの外務省、谷さん外務省じゃないけども今イタリア大使館からも、飛ばされて行ってるわけですよね。安全に避難してるわけですよね。この辺が鍵だとおっしゃってますか。あの谷さんの場合はですね、要するにあえて乱暴な例で言いますよ、鈴木宗男さんと私の関係と一緒ですよ。ほうほうほう。鈴木宗男さんが北方領土でどういうふうにしたらいいべなと、あの言うと、あ、これは56年宣言がありますとか、あるいは4党の状況を変えた方がいいです、その時にはキーパーソンはこれですねって言いますでしょ、そこのところから動き出すんで、谷さんが何も言わなければ、昭恵さん自身動くことできないはずなんです、あそこの問い合わせは昭恵夫人ですからね、つまり、今もお話にありましたように、全てはやっぱりプロフェッショナルが握ってるんですね。当時北方領土の、鈴木さんの交渉の時のキーパーソンは佐藤さんだったというのは僕は知っています、ですから今回の場合もやっぱり昭恵夫人のもとにいた谷さんというところが最後の関門だと思うんですね。だから一般論ですよ、能力がなくてやる気のある政治家と、能力があって悪い官僚が組むと、巨悪が起きるんです。ですから能力があって悪い官僚っていうのを一方の置いて炙り出さないといけないんですね。この後の時間ではちょっとその話続けたいですけども、谷紗恵子さんという人はあのまあ昭恵夫人ずっとついてた秘書官やってたということです、当時はね。で、問い合わせなんかを夫人に代わってしてますよね。でそれが結構重要な鍵を握る。そう思いますよ。電話でやらないで文章で、あの記録を残すと、それは誰の指示を得たのかとか、彼女が本当のことを話したら大激震走りますよ。はい。この話の続きはですね、この後のコーナーでも続きます。やじ馬ニュースネットワーク、東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けします。おはようございます。高島秀武です。今朝のコメンテーターはお二人、外交ジャーナリストの手嶋龍一さんと作家で元外務省主任分析官の佐藤勝さん。取り上げるニュースはこちらです。はい、6時31分ですね、手嶋龍一さんと佐藤勝さんです。おはようございます。おはようございます。中高新書落礼というところから独裁の宴という本が出てまして、共著ですけど、共著は他にもあるんですよね。いや、共著はあの、いっぱいやってます。飽きるほどあったり。まあ、飽きてはいません。またお願いしたいんですけども、一番最初インテリジェンスに関する、武器なき戦争っていう形で始めた、そこからスタートです。ああ、そうですか。あれ、お二人、性格的にはどうですか？合います？性格的には違うと合いますからね。同じ性格だと、磁石の N 極と N 極で反発しますから。だからその意味で合ってると思いますよ。いや、今日なんか本当超あの豪華版にね、偶然なってしまいまして。で、この時間はですね、ほとんど時間がね、限られているんですけど、独裁色を強める中国とロシアというテーマで、ちょうどこの独裁の宴というのとね、リンクするんで嬉しいなと思ったんですけども、どうですか佐藤さん、あのプーチンさんっていうのはあの7割以上の支持を得ました。確か2回目の選挙の時に7割ぐらい取ったと思うんですけど、あれなんか相当あのインチキな投票があったとか、風船でそこを隠したとか、なんかいろいろ伝えられてますけど、どうなんですか正当性は。その種のね、稚拙な、あの、票の操作っていうのはあの国やりにくいと思うんです。ただしね、マスメディアは全員プーチン支持ですし、いろんな嫌がらせは、あの、ナバルニーって人は立候補できないんで、そういうことはしました、やるんですけどね、そもそも選挙に関する考え方がロシア人違うんです。我々の代表を送り出していくって発想じゃなくて、空から悪い候補者と、うんと悪い候補者と、とんでもない候補者が来てくるんですよね。それでソ連自体は押し付けられたのを断れなかったんですよ。
今はとんでもない候補者、うんと悪い候補者を排除して、悪い人に大統領になってもらうと、こういう感じですから、プーチン以外だったら大混乱が生じるという消極的選択ですね。あ、そうですか。中国の習近平さんもさっきちょっと放送で、番組の頭の方で言ったんですけど、なんかいちいち報告させるのになんか忠誠を誓わせるとかね、そんなのが出てきまして、どう思います？全くこの独裁の宴が繰り広げられているという感じに全体になってきてますよね、しかしあるいは日本の立場から言うと、独裁というから頭から悪いことじゃないかもしれないとも言われていて、プーチン大統領は今度圧勝しましたよね、そうしますと今まで言われているのは、佐藤さん、圧勝したので、プーチンさんだって日露の間のトゲは、北方領土というトゲは抜きたいと、そうすると権力が一層強化されたので抜く基盤があるのでチャンスだと従来は言われていたんですけれども、その通りです。僕はそんな甘くはないということで、今日露の外相のやり取りなんかも見てますと、ここ黄色信号が灯っているというふうに言わざるを得ないと思いますが、いかがですか？そう思いますね。だから赤に近い黄色信号みたいな感じですね。というのは3月1日にプーチン大統領は大統領年次報告教書演説をするんですが、あの時に40何分間か最新兵器見せて、フロリダをいつでも攻撃できるんだみたいなことをやったでしょう。あれ以降雰囲気変わったんです。ということはプーチンがトランプ政権に一つの評価をした、すなわちトランプ政権とはやれないと、それだから日本が北方領土問題解決するんだったら歯舞群島色丹と返すっていう方向でなるんですが、そこに米軍基地を行って話になるんですよ。北朝鮮も混ぜてね、なんか恐ろしい人ばっかりなんかトップにいるじゃないですか。今まあ習近平さんだってえらく強引だしね、なんかそれからトランプさんもあんな性格だし、おっしゃる通りですよね。なんで、これでどうなるんだろうという、そういう中では、安倍さんっていうのは従来で言うとかなりの強硬派であったんですけれども、何か普通の人に見えてくる。確かにそうですね。ただしね、恐ろしいっていうことがとすると、国家制度の崩れっていうことからするとですね、プーチンさんは今独身ですけども、習近平さんの奥さんとか、キム・ジョンウンさんの奥さんが何かの事業をやるっていうことで関与して、それによって文書の書き換えが起きるなんていうようなことっていうのは、他の国じゃ起きづらいですからね。となると我が国も相当恐ろしい方に入ってると思いますよ。だんだんですか。米ロ関係っていうのは急速に悪くなってるということになりますとね、さっき言ったように北方領土が返ってくる、一応2島は返すんだけれども、半歩の適用除外というのをですね、うまい具合にあうんの呼吸でっていうのが今までの水面下の一番のポイントだったんですね。その、ゲームのルールがここでも崩れ始めている。一つだけ、いきなり結論付けて聞くんですけど、9月にその自民党のね、総裁選挙がありますけども、安倍さんは国際情勢の中から言うとどうですか？日本の情勢、国際情勢両方照らし合わせて変わっても国は問題ないんですか？日本は。まあ変わる人にもよりますけどね。例えば総理総裁が変わってもという意味ですけど。二段階ですよね。日本国家が崩れることがあるかって、それは崩れないですけども、外交の余地は相当狭まる。狭まる。はい。また回転童話政権になるんじゃないかと国際社会見るんで。だから外交としては安倍さんから変わるとやりにくいですね。北方領土も二島返還論というのもまた戻っちゃうような感じですか？というのは北方領土は首脳間の信頼関係で始めましたからね。一方の首脳がいなくなったら、立て直しになっちゃうんです。なるほど。手嶋さんは今の野党がですね、政権に復帰できるのかどうか、今のような枠組みでは到底無理ですね。ついこの間までそれがいかにひどいのかっていうのは目の当たりにしている、だから野党が政権奪還するっていうんじゃなくて自民党内でということを今聞いてるんですよ。それならばその人物によるっていうことになりますね。今一般的に言われているような人では到底国民が納得しないと思います。そうですか。そうですね。多分グッと若い人とかね、あるいはお父さんの実績もあり、そこからよく勉強してる人とか、なんかその辺になってくるんじゃないですか、ね、そこまで飛んじゃった方がむしろいいということですか。そこまで飛ばないとできないぐらいで、どっちが悪いか競争に野党と与党でなりますからね。そうですね。湘南のうちでもですね、どっちかというとそんなに品の良くないと言われているような基地のある地域の人、そうですか。なんとなく相当濁ってきましたけども、はい、
手嶋さんと佐藤さんにはこの後7時台もお願いしてあります。今朝はダブルコメンテーターです。外交ジャーナリストの手嶋龍一さん、そしてですね、作家で元外務省主任分析官の佐藤勝さん。まあ、両巨頭と言ってもね、よろしいと思いますが。さあ、この時間はですね、27日、来週ね、火曜日になりますか、早々ですよね、佐川氏の、まあ、国会関門というのがありますが、新聞によってはですね、ドミノ倒しもなんつって、佐川さんをぐーっと押すと、迫田元理財局長が出てきて、ぐーっと押すと、谷さんという、いわゆるまあ、昭恵夫人の元秘書官が出てきて、で、一番最後に昭恵夫人なんて書いてあるね、こういう漫画があるんですけども、時間もないので、お二人にズバリ伺いますけども、まず27日のね、ポイントは佐藤さんの方から何ですか？ポイントについては、はい。偽証罪の縛りがかかりますからね。ええ。これは私自身が刑事訴追を受ける可能性がございますので、はい、答えを差し控えさせていただきますが、連発して何も新しいことが出てこないのか、それとも実はといって新事実が出てくるのか、そこのところですね。手嶋さんはこういう場合はですね、官邸や自民、韓国のムンジェイン大統領は来月末の南北首脳会談に向けた準備委員会で、会談の進展状況によっては韓国と北朝鮮、それにアメリカの3者による首脳会談につながる可能性もあると指摘しました。ムン大統領が公式の場で米朝韓の3者による首脳会談に言及するのは初めてです。一説によると安倍さんがね、蚊帳の外なんていう説もありまして、まあ、国内問題を抱えて、佐川さんのですね、承認喚問なんかが間近にあるということで、まあ、なかなかですね、メンバーに組み入れられないようですけども、まず、ムンジェイン大統領のね、動きから、米朝韓首脳会談の可能性、日本放送報道部の森田浩二解説委員です。はい。ムンジェイン大統領は昨日、来月4月末の南北首脳会談に向けた準備委員会に出席しまして、南北会談の進展状況によっては、南北とアメリカの3者による首脳会談につながる可能性もあると、こう述べています。で、5月末までに開かれる予定の米朝首脳会談が、パンムンジョムで開かれる場合には、ムンジェイン大統領が出席して、3者会談にすることができる、こういう見方も出てきております。また昨日の会合でムンジェイン大統領は将来的な米朝韓または米朝韓の間の経済協力にも言及しまして、準備委員会に対して大胆に戦略を準備してほしいとこう注文しました。一方、北朝鮮の朝鮮中央通信は一昨日の論評で、安倍政権やアメリカ政府当局者らが北朝鮮が対話攻勢に出たのは北朝鮮に対する圧力の結果だと主張していることについて、世論をミスリードしている、今はおとなしく振る舞うべき時だとこう強調しています。一方、論評では南北間に和解の雰囲気が醸成され、米朝関係にも変化の機運が生まれていると、このように言及しています。で、こうした中、安倍総理大臣と北朝鮮の金正恩朝鮮労働党委員長による日朝首脳会談について、複数のルートを通じて日本政府が北朝鮮側に意欲を伝達したということです。で、まあ、拉致問題が置き去りにされないためには日朝対話の実現に取り組む必要があると日本政府は判断した模様です。で、安倍総理は来月4月中旬にアメリカを訪問してトランプ大統領と会談して、その際に協力を要請する考えですが、日本が圧力強化の方針を維持する中で北朝鮮が対話に積極的になるのかどうか、ここは不透明という状況なんですね。まあ、毎日日替わりでね、ゲストの方が登場するわけですけども、この時間だけ考えてもですね、いや米朝会談なんか絶対できないと言った方もいるし、まあいろいろとですね、専門家によって捉えようが違うんですけども、足元がちょっとグラグラしている安倍総理のね、役割と、それから相変わらずの外交ということで、アメリカも行く、それで翌月はまた5月はロシアにも行くと、平常心で言っている総理と、そういうような状況で果たしてどうかという、まず、外交ジャーナリストの手嶋龍一さんから、どうですか、その辺の兼ね合いというか。どんな政権でも内政に行き詰まる。日本の場合はまさに、その森友学園問題で行き詰まっているわけですけれども、外交によって、さらには
極端な国での場合には戦争に訴えてそれを打開したいと思うということになりますよね、はい、そして政権末期にはいつも佐藤さんが言ってるんですけれども、むしろ権力者はですね歴史に向かって演技をし始めるということになりますか。この通りの図式が現れてきていて、うん、今もうアメリカもそして韓国も北朝鮮と対話をするということになりますから、これようやくここに来て日本もということになりますよね、うん、しかしこれ相手の側つまり北の側から見るとですね、日本がここでようやく自分から出てきたということになりますから、はいはい、まさに操る素地がありますよね。こういうところはやっぱりドンと構えて布団をかぶって寝ているということも外交では重要なんだと思います、うん、ほうほうほう、危険な水域に行かなければいいかな、うんというふうに思います。いや心配もあるなということですね、はい、佐藤さんはどう取ってますか。森政権の末期を思い出します。あ 森政権で非常に日露が動いてきたっていうのは、で踏み込んだことできたのは愛媛丸以降なんですよね。あもうこれでこの政権は持たないっていうことになると、ね、歴史に名前を残したくなるんです。愛媛丸で実はね、それと同時に、うんはいはい、森政権っていうのは実は水面下で北朝鮮との接触を進めてましたから、ね、あそうですか。要するに、うん、政権の権力基盤が弱い時になると、歴史に名前を残すっていうことで、いつも手を出すやばいカードがロシアと北朝鮮なんです。ですからその定石通りに今来てます、うん、結論付けると米朝はありますか。会談は米朝あると思います。私あると思う。そうですか。さあそこでね、自分もね一口噛みたい安倍総理なんですけど、27日に佐川さんがですね、承認喚問されるという、これをですね一つどうですか、野党議員になったと、もし自分が攻撃するとすればどういう手順でどんな攻め方をするか、佐藤さんとはどうですか。佐川さんから大きいことが出てこないっていうことを前提にして、はい、もう一つやっぱり私は引き出しの中では谷さんですね。谷さん、はいはい、安倍昭恵さん付きで今、イタリアの日本大使館にいる、彼女の出勤簿を出してくれって言います。出勤簿、はい、ほうほう。実はそれともう一つ、安倍昭恵さんがあちこちに出張している時の横に谷さんが写っている写真、必ずついてきました、はい、その写真を見せて、出勤簿を見て、これはすでに彼女の出勤は出張命令が出てないということは以前に明らかになってるんですね。そうだ、出勤簿上で出勤となっていて、出ているのは闇出勤ですよね、闇出張ですよね。闇出張だ。しかも予算措置がついてるのかと、闇出張だから当然ついてないんですよね、どっからお金が出てるのかと、で昭恵さんから金一封だっていうことは以前に出ていると、じゃあ贈与等報告は出してるのかと5000円以上だったらそれからあと確定申告は済ましてるのかと、それは雑所得ですから、そういうようなところで、法令に触れてることをしてるんじゃないかと、ということはこういうようなところで手続きを取っていないから他にも隠れてるんじゃないかと、国会に出てきて話を聞きましょうと。あ、国会に出すためのはい、その手段として、だからそのためには今のようなこういうようなところで、通常を取ってる手続きを取らない人はなぜこの人をやってるんですか、お金はどこから流れてるんですかと、まず事実を確定するんで、今までの説明では全く納得できないと。谷紗英子さんが籠池側にいわゆる安倍総理夫人の代理みたいにして、はい、いろいろ問い合わせなんかもして、でこうなってますというプロセスを伝えた、あの手紙は重要だということですか。そうです。ですからその時に誰に相談したんですか、財務省の、誰に聞いたんですか、その時に内閣府で誰かの決裁を取りましたかと、どういう判断でやったんですか、あなたは権限が受験されていたんですかと、権限が受験されていないんだったらなぜそういったことができたんですかということをリズメで聞いていくことなんですね。今佐藤さんはですね、キーワードが出てきましたよね、事実っていうことがありますよね、事実、国政調査権という強大な権限を持っている国会の今こそ役割は、一つ一つの一見些細なと見えるような事実を明らかにしていくということなんですね、あなたこれ悪いと思いますかなんていう追及をするのではなくて、認識を聞くんじゃないです、事実なんです。事実を知りたい、その事実がどこが今攻められる側の、その政権の側の一番ウィークポイント、弱い脇腹であるのかということになるんだ、明らかに谷さん、佐川さんはもう散々打たれ続けてね、本当僕のこういう表現非常に失礼ですけど、面の皮が厚くなっちゃってね、あの程度の議員のあのぐらいの質問になったらね、かわせるかわせると思ってるかもしれない。そうするとその前の理財局長の迫田さんも外噛んでるわけでしょ。ですからこの辺はしかし国会対応のプロなんですよ、だからプロ対